オムギ種子のキチナーゼキチナーゼは、キチンのグリコシド結合を分解する、下水分解酵素である。キチンは、菌の細胞壁及びいくつかの種の動物の外骨格を形成する成分であるため、キチナーゼは、自身のキチンを再構成する必要のある生物か、菌、または、動物のキチンを消化する必要のある生物が持つ。キチンを食べる生物には、病原性、 または腐食性の多くの細菌が含まれる。生きた、接触動物、動物プランクトン、菌に直接作用することもあれば、それらの生物の残骸に作用することもある。コキシーディーズ・イミティス等の菌は、デトリタス食及び、接触動物に対する病原性の発現のためにこの構想を持つ。キチナーゼは、大麦の種子等、植物でも見られることがある。それらの一部は、 感染特異的タンパク質で生体防御の一部として誘導される。発言はどちらも菌や昆虫の攻撃からの防御に関連する NPR1 遺伝子とサリチル酸経路によって仲介される。植物のキチナーゼには他に菌との共生に必要なものもある。哺乳類はキチンを生成しないが2つの活性を持つキチナーゼを有する。他に 配列の類似性は高いが、キチナーゼ活性を持たないユークルマイナス40等がある。セルロースと同様に、キチンは比較的分解され、憎く豊富に存在する生態高分子である。通常、動物はこれを消化することはできないが、ある種の魚類は消化することができる。動物によるキチンの消化には、半数動物のセルロースの消化と同様に、 細菌との共生及び非常に長い発酵時間が必要だと考えられている。それにもかかわらず、キチナーゼは人を含む動物の胃から単理されている。キチナーゼ活性は人の血液やおそらくは軟骨でも検出できる。植物のキチナーゼは病原性への抵抗と関わっている。人のキチナーゼはアレルギーと関わっており、気管支喘息は キチナーゼの発言レベルの更新と関係がある。人のキチナーゼはどちらもキチンを持つ家だやカビの放射によるアレルギーと寄生前虫の感染を結びつけている。キチナーゼと植物のサリチル酸経路の間の関連は解明されたがサリチル酸経路と人のアレルギーの間には未解明の部分が残っている。キチナーゼは食物の中にも含まれている。これは ラテックスフルーツ症候群の少なくとも原因の一つになっている。例えばバナナ、クルミ、キウイフルーツ、アボカド、パパイヤ、トマト等はかなりの量のキチナーゼを含んでいる。その他には長芋などがある。ありがとうございます。